どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回は iPhone の選び方というところで、今出てるモデル、標準モデル、iPhone SE3E13、14、15、プラスも含めて、性能と価格、これのモデル別違いで解説したいと思います。まあ、独自のというか、まあ、比較表もね、価格とか作ってみたので、これね、ちょっとわかりやすいと思うんで、最後までご覧いただければと思います。最後一応お得な買い方みたいなところもですね、これから年末ね、ポイント還元とか上がったりしますので、 そこも最後まで見ていただくとにお得に買えるかなと思いますのでまあ、iPhone15 時代のレビューとかサリー類とかもですね紹介してますので次回そのプロモデルの解説もしたいと思いますのでチェックしていきましょう まあ今ですね、標準モデル、プロモデルを今回まあ除いたものになると iPhone SE、この第3世代と iPhone 13ですね。まあ14、15というね、ラインナップになってます。Apple Store 自体は。まあミニモデルは、ね、今回全部なくなっております。空張りとかもね、見ていきましょうか。SE3 世代に関しては、この ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドっていうね、昔ながらのカラーな感じですけどもで、13はやっぱこのグリーンがね、まあ限定カラーになって、まあ大体1個ずつぐらいね、限定カラーあるんですけど、ピンクがありますね。確か14とかない。で、ブルーとか、まあ色味がね、結構違うんじゃないかなと思います。14とかと。濃いめというか、ミッドナイト、スターライト、 こっちもレッドがあるんですけど、形もね、少し違いますかね。ついは結構丸い感じ。で、14に関しては、ブルー、パープル、イエローがね、ありますね。ただしい後から出たやつ。で、ミッドナイト、まあ、ブラックか。で、スターライトと、あとまあ、レッドがね、結構オレンジっぽいんですよね、これ。全然見た目が違うと思うんですけど。で、15からは、割と今回ね、薄めというか、カラーフュージョンガラスっていうやつかな。 このガラス自体に色が組み込まれてるデザインになってます。グリーンとかね、僕はブルー使ってるんですけど、思ったより白っぽい。 ブラックはかなり高級感あります。高級感求めたかったら結構ブラック僕はおすすめですけどね。15はね、カラーフュージョンガラスか。組み込まれたね、デザインになってるので、まあそこが割と高級感を感じるところなんじゃないかなと思います。まあ結構サイトで見れるので、高級感あるよねっていう。価格に関してはね、後で価格表を見るので、だいたいこのぐらい、まあ3万円ぐらいの差かな。まあ、で、ここの差は結構ほぼないっていう、1万2000ぐらい。あの面白い価格設定になってまして、 でで一応この一覧とかは後で見るのでサイトだとね見づらいのでこれちょっと後でチェックしますんでちゃんとこれじゃね <laughs> ざっくりまあ、2万円から3万円ぐらいの差だと思ってもらえばいいですとりあえず概要からサグッと見ていきましょうプラスモデルは後でね比較します、まあ、ほぼ15と一緒なのでで SE が4.7インチで、まあ、一番小さいタッチ ID がねやっぱ入ってる分ちっちゃいです131415は基本同じディスプレイとかも同じですねで7インチの SE だけ歴史ディスプレイあとは全部 u q l なんで UKL のがキ ですまあなんで SE だけ立ち i D がある分画面がちっちゃくなっております。 なんでアルミとガラスになってるのかな、ね、ガラスの背面とアルミニウムで、いきなりこのカラーインフューズドガラスですね。まあガラス自体にも色がついてるものになってます。まあこれが高級感感じるところかなと。で、ダイナミックアイランドですね。15だけ、まあ iPhone 14 Pro から導入された、このダイナミックアイランドっていうね、上の、まあいわゆるノッチのところがこう動くモデルになってますね。15 Pro とか14 Pro とかと同じモデルが,のが入ってます。ダイナミックアイランド。チップ性能に関しては、実はね、iPhone SE も13、14と同じです。 全部 A15 チップが入ってまして14だけこの5コアの GPU っていうのが。 ちょっと多い GPU が。ゲームとか画像処理とかはちょっと強くなってます。まあ、15は A16 チップなんで iPhone 14 Pro と同じものが入っておりますね。十分かなと思いますね。全部性能的には。カメラはね、結構やっぱ違って、このシングルカメラね。まあ、SE はやっぱりもう本当に撮れればいいみたいな感じです。カメラ的には。まあ、一応ポートレート使えるけど、で、あとはデュアルカメラ。2つカメラが付いているので、画角がね、全然違います。まあ、0.5倍が使えるかなっていう。 まあ広い価格が使えますね。で、画素数が、まあ、後で詳しく見ますけど48、4800万画素、15。で、あとは1200万画素になってます。標準で実は24。48はね、なんかそのモードを変えないとできないんですけど、画質が高いやつは。標準で24なんで、まあ、一応倍で撮るみたいな設定もできます。結構ズームがね、まあ、2倍までいけるんで、まあ、これが結構ね、使いやすいです。やっぱ15が、まあ、2倍ズームか。まあ、4800万画素で、望遠なんで、こう遠、遠くのものを、まあ、ズームして撮れるんで、 これね地味に便利です2倍、まあ、普通はこのぐらいの画角なんですけども3パターン取れるんで0.5倍か。 これがね、結構僕は気に入ってますね。多分まあまは、ズームはね、1倍までしかできません。13、14も。衝突事故検知っていうのが、えこれついてます。まあ、なんで、あの、車に乗ってて、事故を起こしたみたいな時に、なんか SOS しますかみたいなのが出てくる。自動的に。まあ、それは14から入ってます。バッテリーに関しては、やっぱり SE は15時間ということで、まあ、割と短いですよ。あとはね、そんなに実は変わんない。19時間と20時間なんで、14、15とかは実はあんま変わってないです。はい。で、今回大きく変わったのは、この USB-C、端子ですね。後に関してはやはり、り USB-C になったので、 まいろんな機器をつなげられます。っていう感じ。 スピードも USB-C がちょっと早いですかね。ライトニングより充電スピード。応に関しては、えー、SE だけタッチ ID で、フェイス ID、あとはフェイス ID で一緒です。これだけ指紋認証になります。5G はちなみに全部対応してますね。強度に関してはやっぱり、えー、っ他は一緒か。でも、このセラミックシールドっていう全面になってます。特殊素材みたいな感じですかね。で、こっちでガラス全面背面で,で。防水性能に関しても、水深1メートルで最大30分。こちら水深6メートルになるので、まあ、防水というまあは耐水ですね。まあ、ただ一応ね、 結構ちゃんしても大丈夫な感じではありますトイレとかでも落としちゃっても問題ないかなとお風呂とかにまあ長時間はきついかなっていうところ基本的にはこのマグセーフっていうのがね SE だけ対応してないです iPhone12 から対応したんですけど後ろに磁石がくっついてるのであの入ってるんですよなんで充電したりとかなんかウォレットをつけたりとかねカードケースとかでつけたりとかできますうん貼らなくていいのでね 楽です容量と画面かな。で、容量に関しては 64SE はだけ64で、あとは 128GB からあります。まあ個人的に128あれば、まあ普通に使う分には問題ないかなと。まあ64はそんなに写真とか撮んないのであれば大丈夫かなっていう感じですかね。まあ迷ったら一応256ぐらいあればいいのかなと。まあこの辺の選び方と価格はね、まとめてあるので、後ほど見ます。基本的には同じかな、SE 以外は。 ディスプレイに関してはまあ細かいところだとこのレティナ 1D っていうやつ、まあ、SE だけ一応液晶ディスプレイにはなっ 出ますのでとねね u e l スーパーこのレティナ XDR ってやつかな3からなってるのでまあ、基本一緒この OLED っていうのがねえっといわゆる u e l っていうことですねこちらはね LCD なんで液晶ディスプレイです、まあ、な何でば解像度とかはねこのコントラストとか、まあ、色のいわゆる表現とかが全然あの豊かになると思います基本的には13から15は同じなんですけどそらく違いを感じるところで言うとこの明るさですねで15がね最大輝度っていうのが標準ですねが1002トンになってるのでまあ14 確か同じだったと思いますと外になると明るく明るいんで、かなり見やすいというか、まあ、なんで綺麗に感じるかもしれないです。使いやすい。13と14は実は、えっと、全く一緒です。<laughs> 画面に関しては。 はい、明るさも一緒といもちょっとまあ暗めにはなります6002、まあ、トとぐらいにはなるのでりやっぱ15は見やすいかなと思いました僕も使ってみてとまあこのサイズ感に関してなんですけどまあ、やっぱり軽いのは軽くて薄いのはまあ SE ですよねこれは1 4 0ムぐらいなんでとは基本的にはね13から15に関してはほぼ、まあ、重量はまあほぼ同じですかね 170g 前後にはなるので厚さも全部一緒だな13があでもちょっと薄いですね1 5ミ、mm、リ薄いまあ SE はかなり薄いまあただその分やっぱバッテ 持ちがなないいかなっていうところはあります、まあサイズ感はやっぱいいですよね SE ねでこの防水の規格は、えーまあ、全部一緒かあ一緒じゃないわまあ、SE でこの67ってやつですかね IP67 なんでまあ、ちょっと弱いまあ、基本的には全部一緒ですかね668っていうのが入ってるチップはちょっとさっき見たんですけども基本的にね実は SE も A15 チップっていうね新しいの入ってるんであんまり変わんないですただメモリがね確か14からえー、っと 6GB あるので、まあ、ここ一応同じように見えるんで ですけど微妙にままあ14がいい感じではありますこの GPU が1個増えてるのでそのんなもんかなそんな大差はないかなと思いますただねでカメラちょっとまあ細かいとこ見ると、まあ、SU はやっぱりシングルカメラなんでもう1個だけですまあメインというか、まあ、こんな感じですね1個しかないここだけ。 ですまあね倍率も1倍しかできないとまあ絞り値は低ければ低いほどまああの明るく撮れるっていう感じかなで手ブレ補正もまあ13からの方がいいですね全部ねあとまあナイトモードとかも入ってないのでカメラはまあ一応撮れるよみたいな感じかな iPhone SE はまあきれっちゃ綺麗なんだけど13から結構良くなったんで、まあ、13と14に関しては何が違うんだ <laughs> トートニックエンジンっていうのがまあ入ってないけど まあ、ぶっちゃけね、ほぼ一緒です。変わりません。で、15になって、えー、この4800万画素っていうのが入ってます。と、あとやっぱこの2倍の高学ズームですね。まあ、さっき見た、ちょっとズームして撮れるっていうね。iPhone かなり中身とした14 Pro と、まあ、同じような感じだと思います。なので、カメラ的にはかなり、まあ、15は僕は使いやすいなと思います。こだわりたい人は15がいいのかなと。13、14に関しては、えっと、全く一緒です。<laughs> 正直ね。動画ですね、動画。動画に関しては、まあ、やっぱり SE は撮れるけど、 ま、大きな違いとしては、このシネマティックモードですかね。背景をなんかぼかして撮る、動画で撮る。あの、ポートレートモード、ポートレートモードはこう、後ろはね、ぼかして撮る。これ写真ですけど、まあ、これと同じような感じで、動画でシネマティックなんで、ちょっと映画っぽい感じで撮れます。それは、えっと、13からかな入ってますので、あと、ま、ドルビービジョンとかね、綺麗に撮れるって感じです、ざっくり言うとね。SE とかはそういうのは基本入ってないです。オーディオズームってんかな ?13 と14に関しては、ほぼ変わってないというかね。確か何が変わったんだ、これ <laughs>。 <laughs> いうレベルで、まあシネマティックモードはぼかして取れるのがえっ、ー、と 4K まで14だと取れるようになってます。13はえっと 180p。 かな15も基本は変わってないかなっていうところですね。ここに動画制度に関しては特に変わってない。フロントカメラに関しては、まあインカメラですね。自分を撮る方のやつは。まあ SE は7メガピクセル。700万画素なんで、まあそんなによくないです。正直ね。アニ文字とかナイトモードとか。で、4K は撮れないかな。確かね。インカメラは。っていう仕様になってるね。とまあ13、14とかに関してもほぼ変わんないかなと。まあ一応絞り値がちょっと低くなってるんで、まあ14の方がいいんですけど、撮ってみた感じは正直ね分かんないですね。ここら辺あんあまり 差は感じないフォーカスがねちゃんと焦点が当たるようにはなってるかなと思います14とか15の方があとはね基本は多分あんま変わんない変わってないかな 4K とかシネマティックモードがまあやっぱり 4K が撮れるっていうところだと思いますインカメラに関してはらいの違いかなと。 <laughs> そんなに変わってないと思う全然衝突事故検知が違うぐらいであとワイヤレス通信とかまあ細かいところですけども 2×2 なんでそらか SE よりは掴みやすくなってるかなと思うんですね 5G がなんかねやっぱ15はここには書いてないんですけどなんかここのねいいチップが入ってるらしいんで15の方がちょっと早いそんなに僕はあんま感じてないけど 5G そんな使わないんで15は多分早いと思います通信とかに関してもやっぱり SE はちょっと落ちるんで全体的にこの 4GLE、まあ、ギガビット と,と,と、ね、1314、まあ、から5.3になってるので、まあ、ワイヤレスイヤホンとかそういったものはつながりやすいかなと思います接続とか超広域体チップっていうのがまあいわゆるですねエアタグでまあ活用なんですけどもその場所の位置をちゃんとこう特定できるかどうかなんです、まあ SE だとなんでね iPhone11 以降ね対応したので水 e はそういうのは入ってないんでしっかり物を正確な位置探したいよって時はやっぱり1311、まあ、以降 がいいのかなとここら辺はねあのまあ GPS のやつなんでまあ、そんな変わんないかなと全部あのフェリカ、まあ、いわゆるお財布形態っていう機能は全部入ってるのでそこは問題ないかなとタッチ ID だけ違うかなとホームボタンになってます SE だけあとはフェイス ID で一緒 ここら辺はねとまあ音質に関してはやっぱり、まあ、あんまここはね書かれてないけど多分15がねなんか15も微妙にねちょっとずつ良くなってますなん過去にそんな音,音質良くなった後はアップルは言ってないんですけどもまあね良くなってきてる。 気がする、うんまあ SE、はやっっぱりりあんまり <laughs> 良くなないかなって思う、まあ、一番ね大事なこの電源とバッテリーなんですけどまあ単純にビデオ再生で見ると、えっと、15時間19時間20時間って感じで SE はどうしてもまあ本体が小さい分バッテリーの容量って基本弱くなるので少ないですまあ実際このストリーミングって方を見た方がいいと思いますまあいわゆる、えー、インターネットつないでる状態ですね、まあ、YouTube とか Netflix とか見てる場合だともう10時間とかになっちゃうんで最大であんま持たないですよね正直ねまあ多分2年ぐらい使うと まあどうだろう半分ぐらいになっちゃうかもしれない。まあ15、16、16って感じで。十、ま、三、あ、13から15に関しては、実際そんなに変わってない。まあ14と15実はなんでね。で、バッテリー時間に関しては全く同じです。ちはいいような気がするんですけど、実際使った感じは。うん、まあでもそんな変わんないっていうところですかね。なんでバッテリーに関してはやっぱり SE はちょっとまあ厳しいものがあるのかなというところはある。ただで、ね、コネクターが、えっと、だいぶ接続端子が USB-C になりました。まあこれ結構大きいかなと。まあライトニング端子だけ持ち運ばなくていいんでね。ただもう今ライトニング結構いっぱいあるよっていう人は、 逆にめんどくさいっていうパターンもあるのでいかと13あたり選ぶのもありかなとこのプラスですね15プラスは、まあ、基本的にはまあ大きくなっただけって思ってもらえばいいです画面と画面が大きくなってあとバッテリーサイズが増えるので大画面でまあバッテリー持ちね超重視っていう方はいいんじゃないかなとほぼただ重量も増えます、まあ、なので、まあ、画面が6.7インチなんで、まあ、いわゆる iPhone15 Pro Max とかと同じサイズ感にはなるんですが、まあ、利点としてはやっぱり軽いっていうね Pro Max とかより 20g ぐらい軽いんで軽くてバッテリー持ちがいい。まあ一番いいと思います。今15プラスが iPhone の中で。基本中身のチップとかプラスだからじゃあカメラがいいとかまあ性能がいいとかそういったこともないです。はい。まあ基本一緒。まあなんでこのバッテリー時間がな一番でかいとかと画面だと思います。違いは。あとはね同じです。<laughs> 中身はま 同じなんでこの画面サイズだけ一緒でただ重さも 30g 違うのでそこをどう見るかみたいなところです前の、えー、プロモデル14プロ13プロと同じぐらいの重さです、まあ、なんでプロモデルからプラスに行くしたらそんなに感じないんじゃないかなとまと、あ、全く一緒カメラとか動画とかこれは同じなのでまあ、そこをどう見るかっていうところでバッテリーがやっぱり、えーっとこうね、15と比べても、えーまあ、4時間ぐらい違うのかビデオ再生だと6時間でまあ、ストリーミングだと4時間なんで、まあ、2日ぐらい持つ んじゃなないいかなと思います普通に充電しなくてもそこはいい点かなと思いますね気になったところとかあればコメントねいただければと思いますはいでこれじゃねえっとこの価格とねあとこのストレージとかプルサーズって見づらいのでまとめてみました価格画面サイズとかここがポイントなんじゃないかっていうところをまとめたので重さチップ性能充電端子カメラとか ストレージの選び方みたいなところですね。SE だけえっと64ギガがあって62,800円。で、128ギガは全部128から512まであります。13、14、15、まあ、15プラスまであるんですけど、例えば SE3 であれば6、4がまあ安いんですけど、ただ7000出せばプラス128になるので、まあ、これぐらいの価格差だったら全然こっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ストレージが倍になりますので。 30人それよりはその中にどんなにデータ置けるかっていうところなんで倉庫ですね。まあ、写真とか動画とか撮るのであれば12、128とまあ、逆にもうほんと使えればいいよ。っていう方6。4でもまあいいと思うんだけど。まあ、おす,すめをまあこっちですかね。7000差だったらっていうところあります。256までは正直いらないかなと思いますね。se 買うんであれば、そんなカメラとかおそらく気にしされない方が多いと思うんで、まあ、いらないかなっていう気がしますね。問題13からこの15ぐらいですけど、基本的にやっぱ15がおすすめなのか？なって いう気はしますねまあちょっと長いこと使うのであればこの黄色い点がまあ基本的には注目ポイントみたいな感じなんですけど13がまあコスパ的にはやっぱり一番いいです価格とパフォーマンスのバランスが一番いいので、まあ、コスパいい iPhone がいいっていう方は13なのかなと思いますまあ、そうなってくるとこの14の存在の意味があんまり感じません <laughs> というのも基本あの今さっき見ていただいたようにほぼ一緒なんですねライトニングだし、まあ、カメラも一緒だし 画面サイズは全く一緒なので、まあ、バッテリーが若干いいけど、まあ、違いとしてはちょっとまあバッテリーがいいのと、まあ、チップ性能が微妙にいい、まあ、メモリがあと 6GB あるのかなこっちはギがあるのでそれぐらいかなポイントとしてはそれにでも2万をって。 2万乗せたら、まあ、13に2万ぐらい乗せたらなるんだけどもうここまでいったらただ、まあ、1万2,000のせたら15買えるのでじゃあ15でよくねなります正直明らかに <laughs> こっちの方がですね性能もいいですし USB-C になるしまあ、カメラとかも全然いいのでただ15でいいかなっていう気はしますというかそういう価格設定にしてるんだと思いますねここね1万2,000しかないんであとまあストレージに関してはまあ、基本的には迷って ただ、あんま写真とか、えー、まあ動画をそれほど撮らないなっていう方は128でもいいんですけどただえっと15、15プラスに関しては関してはですね USB-C になったのでいわゆるあの外付けの SSD とか、まあ、外にこう写真を、まあ、パソコンみたいな感じで逃がす、まあ、入れてパソコンにまた入れるとかっていうことが結構かなりやりやすくなったのでこうと128でもいいのかなと思います。まあ えっと、256かな。なんで、プロモデルに関しては、えっ、ー、と、256にしてます。結構写真動画撮るので、1 0はこっちを買ったんですけど、一応サブ的な位置づけなので。で、まあ、プラスをどう見るかっていうところですね。まあ、ここまで行くと、やっぱりプロモデルが近づいてくるので、あと2万ぐらい出したら、プロ買えるので、ただやっぱバッテリー持ちとか大きい画面が欲しいなら、まあ、ありなのかなと思います。割と、プラスも。まあ、プロとかと比較とかもね、またね、したいと思います。なんで、あと画面サイズに関しては、まあ、SE が一番小さい。まあ、タッチ ID なので、あとは基本同じです。で、プラスだけ。 でかい画面サイズその分重量もえ重いと。 いう感じですか、ね、まあやっぱバッテリーに関してはかなり13から15に関してはまあそんなに変わんないと SE はやっぱ小さい分バッテリー持ちも少ないのでまあ1日ちょっとね長く使ってると持たなくなってくんじゃないかなっていうそういう方も多いと思いますまあ基本多分 iPhone8 とかまあ10とかそこら辺に近いんじゃないかなとプラスはなんでまあかなり <laughs> 化け物バッテリーみたいな感じですね iPhone の中では、はい、その分やっぱ重さも大きくなってくるのでまあできれば一回実際に持ってみてほしいかなとまあこのぐらい 170g ぐらいだと 結構まあね。15 Pro ま依、あ、然プロモデル使ってた方だとかなり軽く感じると思います。あの14。13 pro からかなり重くなったので、プラスもこの画面サイズの割には結構軽いかなと。かと でチップ性能はそんなにね変わんないと思います。全体的に実は。そういう意味では SE3 は頑張ってるなと。まあ、ただ14が一応メモリとか、こっちは確か4ギガだったと思いますね。メモリが、まあ、13も一緒だけど、まあそんな大差ないと思いますけど、正直ね。端子はやっぱりあの全然 USB-C の利点はやはりあります。これは。使ってみても思った。 使使いいいいややすすいというかね他のデバイスと使いやすいカメラに関しては、まあ、基本同じなんですがやっぱり SE は1個しかもうこのズームが1倍しかできないんで、まあ、一応撮れるっていうところなんで、まあ、1314はまあ同じで、まあ、15から倍率が、まあ、4800万画素撮れますでやっぱこの2倍ズームっていうのがね使いやすいズームして撮れるんで全然また違った感じの写真が撮れる標準も一応2400万画素でき、まあ、綺麗には撮れるのでまああんまりそんなに変わんないですけどね <laughs> っていうのも一応できますフォーティンプロっぽい感じです2つに関しては中身はで USB-C になったで1314はえー、っともうほぼ一緒 <laughs> ほぼ一緒それだったら13がいいよねって まあ思います好きなカラーとかあればやっぱ14でいいと思うんですけどまた14買うんだったら15でもいいかなっていう <laughs> この価格差を考えるとっていうところ SE3 に関してはやっぱりもうカメラとかまあそんなに画面とか気にせずにまあ、とりあえず使えればいいかなとかまあ、軽さとか求めるのが薄さですよねコンパクトさを求めるなら SE3 かなと思いますおすすめはまあ10コスパなら13ですまあ僕はね今買うなら結構13ありかなと。 はいまあ、USB-C 欲しいなら15、うん、まあ、長い目で見てみたら15の方がいいんですけど正直13でいいかなっていう気はします。いう感じでございました。またちょっと気になるとことか質問とかあれば是非ねあのコメント頂ければと思います。はいで最後 ちょょっとととサクッとねよいしょとお得な買い方にはなるんですけどもまあこの楽天レイベースというとこを経由しますと、まあ、ポイントがつきますで本当にこのアップルのね昨日までだったのかな iPhone15 が6%還元だったんですけどもう多分終わっちゃったかなまあ最新の商品は対象外なんですけど15はねプロモデルはダメなんですけど15は対象になってるのでこのままですねこれストアに進むとよいしょとアップルのストアに飛ぶんですよこのまま。 まあ、あと全部一緒なんですけど、このままいつも通り、クリスマスになってる。<laughs> いつも通り、あとはですね、iPhone を買うと。<laughs> このまま Apple s o r e、ね、これで、あとポイントがつくので、これ地味にね、便利です。一応対象外じゃないか、まあ、基本あの、今日紹介した iPhone は多分全部対象には入ってるので、このユニクロとか GU とかで、おそらく年末になると、この還元が上がると思うんで、まあ、ちょっと待ってもいいと思いますね。クパーだったんで、確か昨日まで iPhone15 が。まあ、有名なストアがいっぱい入ってますので、おすすめです。 で一応僕公式インフルエンサーなので本当は500ポイントしかもらえないんですけど600ポイントになります。まあ条件があってねあのー、3,000以上ですね。 まあかんないか合計で3000以上、えー、消費税税別で3000以上を買うとえっ、ー、とまあ600ポイント戻ってくるのでエントリーをしてあとまあ登録してもらうとまあ楽天の ID 持ってればそのまま入るだけなので楽だと思いますのでぜひチェックしてみてくださいこれ結構ね意外と知らない方多いので無印とかでも1%つきますからねあの同じように買い物するだけでイき出すとかまあなんか無にようとほんと10%とかあるのでおすすめですあとまあ楽天トラベルとかね 地味にポイント貯まるので、旅行って結構多分あの単価がやっぱ高くなるんで、おすすめです。まあという感じで、セールの動画やったりとか、あとこのアクセサリー類ですかね、とマウスとかね、えっ、ー、とこれ滑っちゃったけど <laughs>、紹介してるので、ぜひチェックしてみてください。で、iPhone あとまあ15かな。まあ Mac の解説とかですね、まあ 15Pro とかこの15あたりのレビュー動画あるので、あとアクセサリー類もですね、安く買う方法とか、まあ変えるべきなのかみたいなところも話してますので、ぜひチェックしてみてください。あとまあコミュニティー欄で、まあ昨日 こんんんな感じでででであっったたすけど6%還元だったんででアップルケアもまあ仮に入るとするとそれも還元だったんでねこちらもお願いしますはいということでまた次回の動画でお会いしましょうよい一日お過ごしください良い年末だたであ高評価とチャンネル登録お願いします概要欄に いろいろ載せてまーす。いやー、iPhone まあ、15やっぱりいいんでね。といいほ他と何が違うのかみたいな。今度ちょっとプロモデルやりますんで、お待ちください。寒いので気をつけましょう。喉死にそう。